皆さんこんにちは、地下津飛鳥です。今回は近畿日本鉄道で一番古い特急車両1万6000系の懐かしい映像をお見せしていきます。こちらが今回ご紹介する近鉄南大阪線や吉野線の特急車両1万6000系です。1万6000系は1965年に南大阪線系統で初めての特急専用車両として登場し、2両編成が8本、4両編成1本の20両が製造されました。現在は静岡県の大井川鉄道に譲渡された Y3 編成と、南大阪線に残って活躍する Y7 編成、Y8、Y51 編成、Y9 編成が今でも現役で活躍しています。今回は近鉄特急で現役最古参の特急車両として活躍するY7 編成の旧塗装時代の映像を中心に1万6000系の活躍をお見せしていきます。こちらは2019年1月に撮影した映像です。平日朝の橿原神宮前駅特急において、この当時はまだ旧塗装で走っていた1万6400系エースとの10連運転が実現した時の様子です。そして橿原神宮前駅到着後、入れ替え作業を行います。一旦引き上げ線に入り、切り離し作業を行った後、大阪阿部野橋行き特急の運用に入ります。平日朝に見られたこの光景はダイヤ変更により廃止され、現在は見ることはできません。二条山のふもとを走る1万6000系の新塗装と旧塗装の10連による橿原神宮前駅特急です。そして折り返しの大阪阿部野橋駅特急です。編成が短いため一瞬で通り過ぎていきます。こちらは平日朝に運転されていた2両編成を4本つなげて走る阿部野橋行きの仏八特急です。続いて吉野線を走る Y7 編成の映像をお見せしていきます。吉野山の桜が満開を迎えるシーズンに、本来は2両で走るところ4両に増結して運転を行った時のものです。この飛鳥駅には桜の大きな木があり、列車と桜を一緒に撮影することもできます。続いて吉野神宮駅で桜の開花シーズンに運転される臨時快速急行桜号とすれ違います。 Y7 編成の後ろには2010年にデビューした1万6600系エースがつながっており、年の差が40年もある連結運転です。そして吉野線で一番の絶景ポイントとして知られる吉野川橋梁です。
続いて吉野線の終点吉野駅を発着する様子です。大きな三角形の屋根がある吉野駅に急塗装の特急車が到着します。こちらは吉野口駅で撮影した新塗装の I9 編成と旧塗装の I7 編成のすれ違いシーンです。吉野行きと阿倍野橋行きの1万6000系同士が並びました。この映像の右端をよく見てみると駅員の方が立っていらっしゃるのが確認できますが、現在吉野線では下市口駅以外のすべての駅が無人化されたため、このような光景も基本的に見られなくなりました。続いて2019年の春から夏頃にかけて見られた混色変速編成の映像をお見せしていきます。こちらの I8Y51 編成は1万6000系で唯一の4両固定編成の車両となっています。数年に一度大阪線のご移動研修車庫で定期検査を受ける際に4両まとめて検査をするのではなく、吉野より2両と阿倍野橋より2両に編成を分割して検査を実施しています。そのため片側2両が検査を受けている間はもう片方の2両と2両編成の別の1万6000系を連結し、変則的な4両固定編成で走る姿が見られます。こちらは旧塗装の I7 編成と新塗装の I8Y51 編成の吉野より2両がつないだ混色変速編成の様子です。こちらは混色変速編成の後ろに1万6010系を連結した6両編成の阿倍野橋行き特急です。続いて2018年3月に実現した Y8Y51 編成の混色時代の映像をお見せしていきます。 Y8Y51 編成の吉野より2両が旧塗装、阿倍野橋よりが新塗装になっているのがお分かりいただけますでしょうか。2両ずつに分けて検査を実施している関係で、旧塗装から新塗装へ塗り替わるタイミングがずれたためにこのような混色編成が実現したわけです。 Y8Y51 編成の混色編成は2018年3月の2日から7日までのわずか6日間だけ見ることのできた貴重な姿です。最後に2018年11月23日に運転された道明寺線の臨時特急の映像をお見せしていきます。この臨時特急は柏原市の市政60周年を記念し、古市駅から柏原駅までの区間で運転されました。車両は1万6000系の I7 編成、
開業から120年を迎えた道明寺線に初めて特急車が入線した歴史的瞬間です。そして道明寺線のハイライトである大和川橋梁を渡っていきます。大和川橋梁では道明寺線を特急車が走る姿を一目見ようと多くの方が撮影されていました。JR 関西本線の線路と合流し、柏原駅に到着します。柏原駅到着後、すぐに回送列車として折り返していきました。今回の動画はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。